マールバラはイギリス海軍のちょうど急戦艦、アイアンデューク級戦艦の2番艦。艦名は初代マールバラ港、ジョン・チャーチルにちなむ。マールバラはプリマスのデボンポートドックヤードで1912年10月24日に浸水、1914年6月2日に収益する。第一次世界大戦では姉妹艦と共にスカパフローを根拠地とする。 グランドフリート第一戦艦戦隊に所属したマールバラは1916年3月31日に行われたユトランド沖海戦に参加し162発もの手砲弾を発射して独戦艦クローサークルフィルストに命中弾3発巡洋艦ビースバーデンにも損害を与えたものの自身も魚雷による損傷を受けたその結果 命中箇所の船体中央の走行は、完全に吹き飛び横20メートル、縦6メートルもの大穴が開き、左舷への傾斜も、相まって全方門が沈黙し、かろうじて浮かんでいるという状況だった。修理はタイで行われ、復帰までに3ヶ月を要した。1917年に、ロシアで革命が発生すると、マールバラは連合国を代表して、国会方面に派遣された。 1918年11月にドイツが降伏すると、マールバラはジョン・デ・ローベック帝督の指揮下、旧ロシア帝国領に侵入するイギリス艦隊の一、艦としてウクライナに向かった。1919年には、ジョージ5世の命により、クリミア半島の秘書地アルタに遊兵されていた彼の、おばであるマリアフヨドロブナ皇太后とその家族を救うため、マールバラは4月4日、 連合国の占領下にあったオスマン帝国のイスタンブールを発し、一路セバストポリ方面へ向かった。4月7日、ヤルタに到達したマールバラは、ロマノフ一家の救出を速やかに実行した。当時、旧ロシア帝国海軍の主力は連合国軍の管理下に置かれており、残る艦船も連合国と同盟関係にある白軍が掌握していて、敵型となるソビエト軍には、 マールバラに対抗できるような海上戦力はなかった。不幸にして皇帝ニコライ二世とその一家は、前年に遊兵先のエカテリンブルクで殺害されていたが、マールバラの救出劇のおかげで、多くの皇族や貴族たちが命拾いした。その中には、マリアフヨードロブナ皇太后のほか、その娘のクセニア・アレクサンドロブナ、孫のイリナ・アレクサンドロブナ、その夫、フェリックス・ユスポフ公爵、 元ロシア帝国軍最高総司令官、ニコライ・ニコラビチ大公ら多数の皇族や貴族が含まれていた。また、アントオン・ゲニーキン将軍ら白軍の一部も国外への亡命を希望し、同乗した。大勢の難民たちを乗せた、マール・バラはロシアの内戦から安全なイスタンブールに到着し、これらの人々の多くはイギリスやフランス、そして後にはアメリカ合衆国などへ逃れた。 対戦が終結すると、世界各国は財政的な理由から牽制のための海軍艦艇の制限を検討するようになった。その結果、1922年にワシントン海軍軍縮条約が締結された。この条約に絡んで多くの戦艦が処分される中、13.5位法10、門とちょうど急戦艦としては比較的非力であった。 マールバラは1932年6月27日に売却、解体された。ありがとうございます。